杯に泥が落としそう舞うつばめ塔から発砲誰かいるようだ拓磨殿に違いない第三部隊の射撃の名手だどうしが二人来たかヤグラモンを破壊したいんじゃろなら老いぼれの話を聞いてみんか頭を使えば火薬だる一つでヤグラモンを開けられる門の近くに樽を置くんじゃわしが爆発させるしかし直接通れる道はない地上からではうまくいかんヤグラモンの上に続くはしごがある力のあるものであれば樽を門の上に運び標的となる場所まで投げることができるじゃろ